どうも、ヤードです。今回もですね、将棋を実況やっていきたいと思います。さあ、お相手一級の方ですね、四間飛車がお得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ、今日も京都で楽しく将棋を実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、お相手の陣形なんですけれども、振り飛車っぽい感じで、今のところ来ているので、さあ、振り飛車じゃないのかな、これは。あ、三間飛車ですね。三間飛車でした。さあ、一回ですね、飛車先の歩を、まあ、これはついていこうかな。まあ、一手得したような感じが、しますね、今ので。はい。で、まあ、銀上がっていって、で、さらに銀上がっていって、で、ここも銀上がっていってですね、ここの歩を、取っちゃいたいな、という、そういう気持ちですね。はい。で、角引いておいて、まあ、これでですね、これで飛車を捕まえられたんじゃないかっていう疑惑がですね、あって、切ってきた。怖っ。ちょっとなんか、いきなりすぎない?なんか、いろいろ。いろんなことがいきなりすぎるんだよ。もうちょっと余裕持っていこうぜ。さあ。さあ、銀、これは引かされます。銀引かされます。なんかそれに対しては一回王手してね、この桂馬取ってとかしていけたらハッピーですよね。これはとてもハッピーな形なので、香車ももらっておくのか、この角に一回プレッシャーかけておきますか。はい、角交換するする必要ない。でもなんかね、この歩がね、そうちょっとここに隙ができるのが悪くない感じがするんですよね。で、強者だけもらっておいて、ただこっちがね、ひたすら威力っていう、ひたすら威力の怖さがあるんだけど、まあ、一回、はい。で、桂打っておいて、まあ、ここに角なり強なりをぶち込んでいきたいということで、ございます。まずは角かな、うん。強でもいいな。強もいいな。角もいいな。どっちもいいな。強ですね、この場合は。はい。これで、この金回収させてもらって、ここに金打ちしておいて、まあ、着々と迫っていきましょうという、そういうお話ですね。これは、まだ詰んではないけど、詰んではないけど、というかまだ全然詰んでないか。まだもう、2ターンぐらい必要っすね。やるべきことが、まだある。僕たちにはまだやるべきことがあるようですね、これね。うん、これね、銀ぶった切ってもしょうがないんだよね。どうしようかな。ここに角打つか。ここに角打って、銀で取ってもらって、それで、銀ぶった切っていけば、7-2 の地点の銀打ちで、詰むんじゃないかな。はい。っていうのを今考えてます。さあ、どうなるでしょうか。どうなるかな。この角打ちは結構いけてる角打ちだと思うんですけどね。考えてますね、お相手。結構考えてる。まあでもどっちにしても勝負はありかな。うん、この角打ちが多分決め手になってると思います。はい、銀で取ってきたら竜で銀ぶった切って、まあ、それに対して、まあ、金で取ってきたりとかしたら、7-2 の地点の銀打ちで勝ちという形になってるんで、まあ、これは、勝ちですね。はい。明確に、あ、ちょっと待ってくださいね。これでまだ勝ちじゃない可能性出てきました。出てきたよ。可能性出てきた。全然。勝ちじゃない可能性が、全然出てきましたね。はい。
残り1秒なんだよな。ちょっとね、相手決断するのが遅い。もうちょっとで詰みまでいけたのに。はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。どうも、ヤドです。今回もですね、将棋棒実況やっていきたいと思っております。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お相手1級の方ですね。はい、右四間飛車はお得意の方ということでやっていきたいと思うんですけれども、こちら嬉野流でいってみたいと思います。さあ、お相手まっすぐ棒銀に来てるような感じかなと思ったんですが、ちょっと寄り道しているという感じですかね。さあ、こっちはこっちでですね、棒銀決めていきたいなというふうに思っているんですけれども、まあ、そう簡単にはもちろん棒銀決まらないということではありますので、さあ、来ましたね。あ、やっぱ一手ミスった。一手ミスりました。間違えました。一手、まあ、ここ歩打たれて金逃げておいて、まあ、ちょっと一回この膠着状態で、放っておきましょう、ここは。まあちょっとね、うん、放っておこう。放っておくのがいい、こういうのは。触らぬ神にたたりなしと、言いますからね。はい。で、こっちはこっちでですね、棒銀決めていきたいよということで、まあこれ棒銀決まるんじゃないですかね。棒銀決まるんじゃないかなと思っているんですけど、さあ、これで、銀交換、という形ですね。でその時に、王手になると、いうことが若干メリット、です。で、ここに歩が打てるんで、ただこっちもね、ここに銀打たれたりとかするんで、まあいろんな意味で何とも言えない展開ではあるんですけど、まあこれは、金で取っておいて、で、ですね、で、これ逃げる一択ですね。はい。逃げる一択です。で、まあ、ここに銀打ったりとかしながらっていうふうには思ってるんですけど、あー、なるほどね。なるほど。まあ、一回ここに歩打ちますか。で、まあ、銀打っておいて、まあ、これはもう角かな。角で取るしかないかな。ああ、そうかそうか、そう来れるのか。あ、これで死んでる、もしかして。まだ死んでないよね。はい、これでまだ死んでないはずなので、まあ、銀打っておいて、まあ、角打ちは効かないし、よし、これで一応受け切ったんじゃないですかね。ああ、桂馬か。うざったいね、この桂馬は。この桂馬は非常にうざったいんですけど、まあ、しょうがないんで、はい、これはもうしょうがないんで、王様で取っておきます。で、王手飛車の筋とかないよね。いや、これ以上はもう何もさせたくないっす。もう何もさせたくないですよっていうことを全力でアピールしておきながら、この角をですね、召し取っていきたいなと思います。一応ね、あの、竜と角の両取りにはなってるんですよね、今この瞬間。はい、これで、取っておいて、さあ、王様の逃げ道が広い。王様の逃げ道が非常に広いということもありまして、まあ、こっからですね、マジで。まあ、強者切って来られるのもきついし、まあ、シンプルにその手きついか。でも、一回、銀取っちゃって、で、角じゃダメなのか。まあ、逃げるか、これ。逃げといていいか。逃げとこう、もはや。ね、飛車道開けといた方が、多分何かといいと思うんですよね。はい。これで、問題ないかなと、思われます。で、飛車に対してプレッシャーかけてくるんですけど、ま、さすがにこれでね、逃げるわけにはいかないんで、逃げるというか取るわけにはいかないんで、まあ、これで、どうでしょうかと、まあ、銀を連ねておいてですね、
まあ問題ない形にしておきながら、まあこっから、まああとはこれ時間切れを狙うということもまあ考え方としてはありますし、はい、まあ普通にね、普通にこの飛車にプレッシャーかけまくっていくっていう、アイディアも、あると思います。飛車というか竜ね。この竜邪魔ですからね。まあでもこれで一回桂馬取っておいて、はい。で、これで銀取っておいてですね。で、この時に、はい、ここに角は打てるんですよね。この角がですね、実は致命傷と思ったら、相手も気づいてるか。はい、ありがとうございました。いや、角がね、こうなっていくっていうのを見せたかったんですけどね。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。音楽室の古いピアノに持たれて歌ったねしてる。まだ君のこと、まだ知らないのに。なぜか懐かしくて。